これで買い出しは全部かな。もうコーヒーショップのおじさん話が長いんだから、ずいぶん遅くなっちゃった。あれ？ビビじゃん。今日も元気そうだね。今日も可愛いね。よしよし。こう。今日ずいぶんトラックが多いな。ビビ、引かれたりしないように気をつけてね。いい子いい子。それじゃあ私そろそろ帰らなくちゃ。またね。この室外機の上にいないとなると、あとは、はあ、本当にどこ行っちゃったんだろう。今日はタイガさんとの練習の日だけど、待ち合わせの時間よりだいぶ早く着いちゃったな。時間まで公園で声出しでも。あ、そうだ、前タイガさんとやったみたいにビビットストリートを見て回るのもいいかも。どうして歌を歌うのに街を見る必要があるのか、理由はまだよくわからないけど、でもなんとなくこの街の人のことが分かって楽しいんだよね。ビビー、あれ、あそこにいるのってアンちゃん？アンちゃん、小羽根、今日は練習じゃないから。あ、おじさんと練習する日？うん、待ち合わせまではもうちょっと時間があるんだけど、あんちゃんは何してるの？あー、猫を探してたんだ。猫？うん、ビビっていう野良猫で、小羽も見たことあるんじゃないかな。グレーでしましまの猫なんだけど。あ、言われてみれば何回かそういう猫を見かけたような気がするな。でしょ？でも最近姿が見えなくてさ。野良猫だからどっかに行っちゃったのかもしれないけど、最近この辺新しい店ができたりしてトラックが多かったから、怪我とかしてないかなって心配で探してたんだよね。そうだったんだ。見つかるといいね。ここのみんなも可愛がってたから、ビビがいないとちょっと寂しそうだしね。あ、そういえば前お店にも猫がいたけど、ここの人たちって猫が好きなの？うん、中でもビビは音楽がわかる猫だから特に可愛がられてるんだよ。音楽がわかるってどういうこと？猫って騒音とかあんまり好きじゃないから、私たちが通りで歌ってたりすると大体どこかに行っちゃうんだけど、ビビは上手い人が歌ってるとピタッと立ち止まって聞いてくれるんだ。気に入らないとそのままスルーッとどっか行っちゃうんだけどね。だからみんなビビに聞いてもらえるように頑張るの。そうするうちにどんどん上手くなってくってわけ。そんなわけでこの辺りの若手を一人前にしてくれる音楽がわかる猫って言われるようになったんだよ。そうなんだ、すごいね。本当に聞いてるのかどうかはわかんないけど、本当だったらちょっと面白いよね。とか話してたらもうこんな時間か。店の手伝いあるからもう帰らなくっちゃな。
そっか。私も似てる猫を見つけたらすぐに連絡するね。ありがとう、コハネ。あ、ねえ、おじさんとの練習まで時間あるならうちに寄っていかない？新しい CD 買ったから聞いてほしいなって思って。本当？じゃあお邪魔しようかな。オッケー、それじゃあ店まで行こっか。ただいまー。小羽、今 CD 取ってくるから。あれ、誰かカウンターで泣いてる？女の人かな。どうしたんだろう。おう、あ、帰ってきたか。戻ってきて早々だが、できたらあっちの話し相手になってやってくれないか。話を聞いたら相当参ってるみたいでな。え、話し相手ってどういう？びっくりした。ん？あれ、もしかして川崎さん？え、あんちゃんの知り合いなの？うん、フリーのカメラマンやってる人なんだ。私がちっちゃい頃七五三の写真とか撮ってくれたんだよ。川崎さん。やっぱり川崎さんだ。どうかしたんですか？なんだか随分困ってるみたいだけど。写真のコンテストですか？へえ、いいですね、結婚式。私も前に少し手伝ったことがあるんですけど、あの優しくてあったかい雰囲気、とっても好きです。幸せな心のつながりですか？確かに。みんなで幸せを願う場所だって思うと、とっても素敵ですよね。父さん？そんなことあるんですか？それでカウンターに突っ伏してたんだ。昔からうまくいかないことがあるとよく来てたもんね。何か力になれたらいいんだけど、川崎さんには小さい頃からお世話になってるし、はるかを紹介するとか。あ、でもあさってはみのりちゃんと遊びに行くって言ってたしな。
心配して存在感もあって。生命力が溢れててキラキラ輝いてる。それって。ん？どうしたの？二人とも急にこっちじっと見て。あ、あんちゃんだったら川崎さんのイメージするモデルさんにぴったりなんじゃないかなって思って。え？私モデルなんてやったことないですし、っていうかドレスも着たことないですし。そう言われても、ほら花嫁さんって言ったら大人っぽくて落ち着いてて、そういう雰囲気が大事じゃないですか。私はそういう感じじゃないですし。それにモデルの経験だってないし。昔私の七五三を撮ってくれた時も言ってたな。ミュージシャンが最高のライブを目指すみたいに、自分も最高の一枚を目指してるって。私がラッドウィーケンドを超えたいって思ってるみたいに、川崎さんも。まあそういうことなら協力しようかな。ちゃんとやれるかはわからないけど、私やってみます。あんちゃんが結婚式のモデルさんに。じゃあ花嫁姿のあんちゃんが見られるんだね。私と小羽は休ませてもらいます。まあそういう事情ならば仕方がないだろう。俺も同じ状況なら引き受けてしまうだろうしな。はあ、仕方ねえな。休んだ分自主練しとけよ。うん、小羽もごめんね、巻き込んじゃって。ううん、プロのカメラマンの撮影ってすごく興味あるし、それにあんちゃんの花嫁さん見てみたいからちょっと楽しみなんだ。小羽、もう嬉しいこと言ってくれるな。しかし結婚式か。以前上白先輩や明人たちと一緒にやったショーも楽しかったな。あの経験は今もしっかりと心に刻まれている。まあ、あれは忘れられそうにねえな。みんなお待たせ。
先だわよ。あ、メイコさん。はい、本日のランチ、クレースカフェスペシャルよ。うわ、美味しそう。彩りもとてもいいな。旬の野菜が入っているのか。おかわりもあるからたくさん食べてちょうだいね。ちょっと話を聞いてたけど、結婚式の撮影をするなんて楽しそうね。ねえ、写真ができたら見せてくれないかしら。あんちゃんの花嫁姿、きっとみんなも見たいと思うから。ちょっと照れますけど、撮ってもらったらデータもらってきますね。花嫁さん役、頑張ってね。はい、頑張ります。ちゃんと大人っぽくて綺麗で、思わずうっとり見とれちゃうような花嫁さんに。どうしたの、あんちゃん。あ、いや、ちゃんと花嫁さん役ができるかちょっと心配だなって思って。お前が弱気になるなんて珍しいな。別に弱気ってわけじゃないけど。でも確かにちょっと痛いね。あんちゃんなら堂々とやってのけちゃうと思ったわ。ああ、他の役なら大丈夫だと思うんですけど、花嫁さん役はちょっと特別っていうか。どうして？私昔ビビットストリートで花嫁さんを見たことがあるんです。ビビットストリートで？あの辺りどこかに式場あったっけ？式場じゃなくてライブハウスであげたんだよ。新郎さんがそこでやりたいって言ったみたいでさ。で、その時の花嫁さんがすっごく綺麗だったの。メイコさんみたいに綺麗な人で、大人っぽくて落ち着いててさ。嬉しいこと言ってくれるわね。それでその人の投げたブーケが偶然私のところに飛んできてその人が受け取ってくれてありがとうって笑って私の頭を撫でてくれたんだ。その時の表情がまた綺麗なお姉さんって感じで、余裕があってほんと綺麗でさ。花嫁さんって言うとあの時の花嫁さんのことを思い出すんだけど、私ってそんなタイプじゃないじゃん。だからちゃんとできるかなって思ってさ。白石ならば問題はないと思うが、それはそれとして、確かにエスコートされるよりする方がイメージには合う気がするな。でしょう。川崎さんもいくら人がいないからって。そんなことないと思うよ。小羽、あんちゃんはすっごく素敵だから、きっと素敵な花嫁さんになれるよ。ありがとう。それに川崎さんはきっと幸せな心のつながりがあんちゃんがモデルになってくれたら取れるって思ったんじゃないかな。幸せな心のつながり？はい、川崎さんは結婚式に参加するみんなが誰かの幸せを願う心でつながってる、そういうところを撮りたいって言ってたんです。なるほど。なら、あんちゃんにぴったりかもしれないわね。え？どういうことですか？だってあんちゃんはいつも小羽ちゃんたちのことや町の人たちのことをたくさん考えてるでしょ。そういうのも幸せを願う心だって言えるんじゃないかしら。うん、私もそう思うよ。あんちゃんを見てると本当にたくさんの人たちを大事にしてるんだなって思うもん。だからあんちゃんならきっと素敵な花嫁さんになれるよ。そうかな。ちょっと照れるけど、二人がそう言ってくれるならありがとう、メイコさん、小羽、おかげでやる気が湧いてきたよ。
私、花嫁さんらしく頑張るね。うん、私もブライズメイドの役頑張る。花嫁らしく、少し心配ね。考えすぎだといいんだけど。いい買い物したわね。新作コスメも買えたし、夏に向けて準備はバッチリだわ。そうだね、アイリちゃんおすすめの和菓子もとっても美味しかったな。でしょ、期間限定なのがもったいないくらい。あら、猫だわ。あ、しましま模様が可愛いわね。あら、でもちょっと不安そうな顔してるわね。大丈夫よ、何も怖いことはしないから。うっ、うっ、アクション、アクション、アクション。大丈夫アイリちゃん。はい、ティッシュだよ。あ、猫さんびっくりして逃げちゃったね。私としたことが、うっかり猫との距離を詰めすぎたわ。これさえなければ猫に触れるのに。アイリちゃん、猫さんが大好きなのにアレルギーだものね。あら、メッセージが来たみたい。ここを押して。あら、どうしたの？昔、モデルの仕事でお世話になった事務所の人からメッセージが来たんだけど、お友達のカメラマンさんが明日対応できるモデルを探してるらしいの。それで、時間があるなら手伝ってもらえないかって。それって、何のモデルなの？結婚式の花嫁さん役だよ。あら、いいじゃない。ウェディングドレス姿って憧れちゃうわよね。お姫様になった気分になれるっていうか。それに雫が来たら、それこそとんでもないことになりそうね。とんでもないこと？ああ、似合いそうってことよ。本当？嬉しいな。アイリちゃんがそう言ってくれるなら、オファーを受けてみるね。あら？ねえ、よければアイリちゃんにも一つお願いしていいかな？え？式場に到着。綺麗だね。天気もいいからすごくいい写真が撮れそう。私もカメラ持ってくればよかったな。小羽は本当に写真が好きだね。川崎さん、おはようございます。あれ、隣にいる人は？同じ時間に集合だったんだね。それらしい人は見当たらないけど、あれ？
しかしてビビじゃん。え？あ、似てるけど違った。グレーだけどシマがついてないし。そっか。ビビちゃん早く見つかるといいね。町のみんなもすごく心配してるし、早く見つけたいな。あんちゃん、よし、今日この撮影が終わったらもう一回探しに行こう。町のみんなのためにもね。うん、私も手伝うね。あんちゃん、ビビちゃんのこともそうだけど、町の人たちの気持ちも考えてて偉いな。アクション。ん？またくしゃみが。昨日から調子が悪いわね。大丈夫？愛梨ちゃん、もし撮影が難しかったらいつでも言ってね。何言ってんの？引き受けたからにはきっちりやるわよ。ありがとう。さすが愛梨ちゃんね。あそこにいるのってもしかして。ああ、やっぱりモアモアジャンプの日の森さんと桃井さんだ。あ、はるかとみのりの友達の、確か白石さんとあずさわさんよね。はい、桃井さんとはお正月の時少し話しましたけど、日の森さんは多分初めてですよね。はじめまして、白石杏です。はるかの小学校からの友達で、皆さんのお話もよく伺ってます。あ、私はあずさわ小羽です。日の森先輩とはよく挨拶してるので改めてになるんですけど。そうね、私は日の森しずくです。白石さん、あずさわさん、よろしくね。そういえばお二人はここで何をしてたんですか？今日はね、この結婚式場で撮影をする予定なのよ。え、撮影？日の森さんたちもですか？実は私たちもそうなんです。え、そうなの？おはようございます。私たち今日ここで撮影の予定なんです。川崎さん、新郎役の人と連絡取れましたか？ん？ねえ、しずく、電話かかってきてない？え？あ、本当だわ。通話ボタンはこれね。もしもし、日の森です。なんだか声が二重に聞こえるような。もしかして壊れちゃったのかしら。あら、なんか雲行きが怪しくなってきたわね。撮影ちゃんとできるのかな。それにしてもびっくりしましたね。モデル事務所の知り合いに新郎役の手配を頼んだはずが、花嫁役を手配されてたなんて。ああ、そんなに謝らないでください。まさかこんなこと起こるなんて思わないですし。ええ、
私たちは大丈夫ですよ。でも今日の撮影はどうしましょうか。撮れるみたいでよかったわ。確かにそうですね。川崎さんの努力が無駄にならなくてよかったな。あ、じゃあ改めて日の森先輩、桃井先輩、今日はよろしくお願いします。ええ、よろしくね。私たちのことはアイリーとしずくでいいわよ。え、じゃあアイリス先輩としずく先輩ですかね。ありがとうございます。よければ私たちも名前で呼んでください。じゃあ、アンちゃん、コハネちゃん、今日は頑張りましょうね。はい。女性用のタキシードですか？素敵だわ。ですね。それにすっごくかっこいい。やっぱりそうだよね。私は花嫁さんっていうよりもタキシードの方が。私がドレスなんですか？だってモデルのしずくさんの方がドレスも綺麗に着こなせるだろうし。輝けってそんなオーバーな。大丈夫よ、アンちゃん。川崎さんが思い描いている花嫁さんはきっとアンちゃんにしかできないはずだわ。そうですかね。あ、でも身長とか考えるとタキシードを着るのはしずくさんの方がいいのかも。まあいいか。なんでそこまで私をしてくれてるのかわかんないけど、川崎さんも期待してくれてるみたいだし。花嫁役、頑張らなくちゃ。ボリュームあるんだ。瑞希がスカートがふわふわするから好きだって言ってたけど、これは着るだけでも一苦労だな。でもやったことないことばっかりでちょっと楽しくなってきたかも。
したんですか？私のドレス、変なところとかありますか？着替えてる時も思ってたんだけど。小羽ちゃん、このドレスとっても似合ってるわね。特にここのレース、羽みたいになっててすごく小羽ちゃんっぽいわ。え、そうですか。こういうのあんまり着ないのでちょっと心配だったんですけど、愛理先輩にそう言ってもらえて嬉しいです。愛理先輩もすっごく素敵です。爽やかな色だから明るい愛理先輩にぴったりですね。あら、ありがとう。嬉しくなっちゃうわね。あとは雫とあんちゃんね。楽しみだわ。でも実際雫のタキシード姿ってどんな感じになるのかしら。そうですね、雫先輩ってふんわりした綺麗なお姉さんっていうイメージなので、タキシードっていうと。ま、でも雫のことだからかっこよく着こなしてくれそうね。そうですね、あんちゃんの花嫁姿はきっと綺麗でしょうね。なんてったって素材がいいもので、ですよね。きっと髪型とかメイクとかもガラッと変わって綺麗なんだろうな。そうね、あんちゃんもそうだし、しずくも結構変わるわよね。なんだかドキドキしてきちゃいました。用意できたみたいね。しずく、初めてのタキシードはどうって。お待たせ、アイリちゃん、小羽ちゃん。すごい、王子様みたい。こんなの破壊兵器だわ。ビジュアルの暴力よ。ああ、もうめちゃめちゃ似合ってるってことよ。本当？ありがとう、愛理ちゃん。愛理ちゃんたちもドレスとっても似合ってるわ。ありがとうございます。でも私よりやっぱり雫先輩がすごいです。そのタキシードもともとすごく素敵でしたけど、雫先輩が来たらもっと素敵に見えるし、これがモデルさんの力なんですね。ありがとう、小羽ちゃん。でもね、私が素敵に見えるとしたら、それは私の力だけじゃないのよ。え？どういうことですか？絹屋さんから聞いたの。この衣装にはこの服を着る人が心から幸せを感じられますようにっていう思いを込めているって。その思いに支えられているからこそ、私もきっといつも以上に輝けているんだと思うの。思いが。ええ、今回は絹屋さんが全てやってくれているけれど、ヘアメイクさんや衣装デザイナーさん、そういうたくさんの人の思いがあるからこそなのよ。そうね、表に立つ人だけじゃなくて、たくさんの人たちの力が集まったからこそ魅力的に見えるのよね。そこはモデルもアイドルも一緒だわ。なるほど、勉強になります。そういえば、そろそろあんちゃんも来るはずよ。さっき髪をセットしていたみたいだから。あー、楽しみだな。あ、しずくさんかっこいいな。やっぱり本物のモデルの人は違うっていうか。
私、ちゃんとしずくさんの相手役に見えるかな。はい。みんな、お待たせ。あ、あんちゃん、ドレスはどう？まあ、とっても綺麗ね。ええ、ドレスもティアラもすっごく似合ってるわ。本当ですか？こういうドレス着たことないんで、ちゃんと花嫁さんらしくなってるか心配だったんですけど、そう言ってもらえて安心できました。
今から撮影が始まるんだね。うまくできるかな。雫先輩もかっこいいし、あんちゃんも愛梨先輩もかわいいし、お父さん以外に写真を撮られるのなんて慣れてないし、小羽根、もしかしてすごく緊張してる？撮ることは多いけど、自分が撮られることってあんまりないから。まあそうだよね。こういうの苦手じゃないけど、私もちょっと緊張するし。大丈夫よ、小羽根ちゃん。笑顔でね。はい、そうですよね。笑顔。大丈夫かな。わかりました。あんちゃん、いいかしら。はい、どうぞ。小羽根、頑張ろうね。はい。手をつないで、どんな顔したらいいのかな。よかったね。ことがいっぱいありすぎて、どれを思い出したらいいのか。真面目な小羽根らしいな。そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。はい。小羽根ちゃん、少し力が入っちゃっているみたいね。そうね、緊張が解けるといいんだけど。ならストレッチをしたりとか、リラックスできることをやってみるとか。リラックス。あ、ねえあんちゃん、ちょっといいかしら。え、何ですか。はるかから聞いたんだけど、二人って本当に仲がいいんでしょ。それならってことをちょっと試してみたいの。どうかしら。なるほど、わかりました。やってみましょう。ポーズを撮ってみてもいいですか。そっちの方が自然な感じにできるかなって思うんです。じゃあ、はい。どうしたんですか、愛梨先輩。急にあんちゃんに抱きついて。あんちゃんと相談して、より友達っぽさを出すべく距離を縮めてみたのよ。はい、これで大親友ですね。どう、小羽根ちゃん、あんちゃんを私が独り占めしちゃっていいの。あんちゃん結婚おめでとう。あんちゃんが結婚しちゃうなんて寂しいわ。いうわけで、最後に思う存分ハグさせてちょうだい。愛梨さん、ありがとうございます。私幸せになります。ほら、小羽根ちゃんもハグしましょう。
最後のハグになっちゃうかもしれないわよ。そんなのダメ。おお、こはね苦しいよ。ずるいわよ。私も混ぜなさい。とっても素敵な笑顔になったわね、こはねちゃん。抱きついてもらっちゃったな。ちょっと恥ずかしかったけど。お疲れ様。こはねちゃん、とってもいい表情になっていたわ。本当ですか？よかった。いろいろ手荒な感じになっちゃって悪かったわね、こはねちゃん。こういう空気の方が肩の力が抜けるんじゃないかって思ってちょっと遊ばせてもらったわ。あ、いえ、アイリ先輩のおかげでとってもリラックスできました。ありがとうございました。ならよかったわ。やっぱりみんな笑顔が一番だもの。小羽がリラックスできてよかった。私も最初より肩の力が抜けたし。すぐに空気を変えてくれてすごかったな。さすがアイドルって感じ。よーし、しずくさんとの撮影もこの勢いで頑張るぞ。あれ、猫の声？さっきの猫かな。そうですね。はーい。はい。よろしくお願いします。さっきの撮影で肩の力も抜けたし、きっと大丈夫。大人っぽくて綺麗な花嫁さんにバッチリなってみせる。幸せを願ってる。そう言われるとどういう顔で見たらいいのかよくわからないな。すごい、しずくさんはもうバッチリ役作りできてるみたい。私も悩んでないでやってみよう。花嫁さんらしく落ち着いて大人っぽく。
アンちゃん、さっきまでは緊張しているみたいだったけれど、今はもう大丈夫みたいね。だけど、何かちょっと気になるわね。この感じ、何なのかしら。アンちゃん、本物の花嫁さんみたいだな。すごい。でも、なんだろう。なんだか、いつものアンちゃんじゃないみたいに見えるかも。どうかしたんですか？え？やっぱりカメラマンさんもそう感じているのね。実際、愛梨ちゃんや小羽ちゃんと撮っていた時とはちょっと雰囲気が違うような気がするわ。一体どうしてなのかしら。会話ですか？これはすごくいいチャンスね。あんちゃんが今どんな気持ちなのか聞けそうだわ。じゃあちょっとおしゃべりしましょうか、あんちゃん。あ、はい。実は私、久しぶりの撮影だから少し緊張しちゃってるの。あんちゃんは大丈夫？はい、大丈夫です。さっきの撮影で随分リラックスできました。でもやっぱりドレスはなかなか慣れないですね。ヒールとかもあんまり履きませんし。私はやっぱり普段のイベントの時みたいにパンツにスニーカーが一番楽だなって。イベント？そういえば、はるかちゃんとみのりちゃんが話していたわね。あんちゃんたちは、すごいイベントを超えようとしているって。はい、そうなんです。ラッドウィーケンドっていうイベントなんですけど、伝説の夜って言われるくらいすごいイベントで、みんな超えるのは無理だって言うんです。けど、私は小羽たちと一緒に超えたいって思ってて。そうなのね。あんちゃん、すごくいい顔をしているわ。きっとそのイベントを超えるためにまっすぐ頑張っているんでしょうね。あ、やば、今完全に素になっちゃってた。ちゃんと花嫁さんらしくしないと。急に表情が戻っちゃったわ。さっきの笑顔素敵だったのに。ねえ、あんちゃん、さっきのイベントの話もう少し聞かせてくれない？はい、素になっちゃわないように気をつけて。これまでは自分たちのチームだけでいろんなイベントに出てたんですけど、今は他のチームとも組んでイベントを作ってるんです。個性的な人が多いんですけど、実力があって気持ちも一つにできるメンバーで。このメンバーならいつか超えられるって思っています。そうなのね。ありがとう、あんちゃん。ダメだわ、さっきの表情が出てこないみたい。どうして急に変わってしまったのかしら。はぁ、疲れた。
ドレスが綺麗に見える姿勢を保たなくちゃいけないから疲れるわよね。二人ともお疲れ様。立ってるのも大変だったでしょうし、あっちの方で座らない？そうですね。じゃあ川崎さんたちに行ってから。あれ？あら？なんであんな離れたところにいるのかしら。何か二人で話してるみたいだけど、撮影の相談かな。勝手に行ってしまうと困らせてしまいそうだし、声をかけてみましょうか。そうですね。あの、川崎さん。花嫁役やれてるかもって思ったけど、ダメだったんだ。その上気を使わせちゃって。ううん、できないからって落ち込んでても何も始まらないよね。川崎さんは期待してくれてるんだし、最高の写真を撮れるように私も頑張らなくちゃ。ちゃんと花嫁さんらしくなれるように。え？花嫁さんらしく？すみません、私控室に戻って表情とか姿勢とかチェックしてこようと思います。すぐ戻ってきますから少しだけ時間ください。失礼します。あ、あんちゃん。あ、ちょっと二人とも。モデルなんて初めてだし、うまくできなくても仕方ないのかもしれない。でもやるからにはちゃんと気持ちに応えたい。あんちゃん、あんちゃん待って。え？あ、小羽根、追いかけてくれてたの？うん。その、よかったら私も手伝おうと思って。モデルさんのことはわからないけど、でもあんちゃんを見て感じたことは伝えられるかもしれないから。小羽根、心配してくれてありがとう。でもごめん、今はちょっと集中したいんだ。何が足りないのか自分で確認したくって。花嫁役を完璧にやれるようにするから待ってて。あ、あんちゃん行っちゃった。あんちゃんのために何かできないかな。あら、そんなにしょんぼりした顔をして、どうしたの？え、この声はメイコさん。どうしてここに？二人のドレス姿をこっそり見せてもらおうと思ってね。小羽根ちゃん、とっても素敵ね。あら、あんちゃんは？それが、実は。なるほど、そんなことがあったのね。はい、あんちゃん悩んでるみたいだし、私も何かできるといいんですけど。それなら
こんなのはどうかしら。コハネちゃんじゃないとできない。とっておきの想像があるわよ。え、私しかできない？それってふふ。じゃあちょっと耳を貸してちょうだい。あんちゃんが戻ってきたわね。表情とかポーズとか見てみても何がダメなのかわかんないな。硬いってどういうことなんだろう。もう緊張はしてないつもりなのに。でもあの時見た花嫁さんみたいにできたらきっと。ああ、もう全然わかんない。ああ。川崎さん、なんで私を花嫁役にしたんだろう。内側から光がっていうレベルの人が撮りたいなら私じゃなくて雫さんみたいな人の方が。で、うだうだ悩んでもしょうがないよね。よし、今度はスマホで撮ってみよう。動画なら何かわかるかも。一日でどうにかできることじゃないだろうけど、このまま中途半端で終わらせたくない。絶対に最高の一枚を撮ってもらいたい。あんちゃん戻ってこないわね。ちょっと心配だわ。それにしてもさっきの二人の撮影は十分素敵だったのに、なんで川崎さんは納得いかないのかしら。それは伝説の夜って言われるくらいすごいイベントで、みんな超えるのは無理だって言うんです。けど私は小羽たちと一緒に超えたいって思ってて。ちゃんと花嫁さんらしくなれるように。もしかして愛梨ちゃん、私ちょっとだけあんちゃんのところに行ってくるね。少し気になることがあるの。あ、ちょっとしずく。あんちゃんは違う。やっぱり問題はポーズじゃなくて表情なのかな。大人っぽい表情なら花嫁らしくなるって思ってたけど、それより相手の幸せを願う表情っていうのをできるようにした方がいいのかな。あんちゃんって何にでも本気で一生懸命な子なのね。はるかちゃんの親友っていうのもすごくうなずけるわ。そんなあんちゃんのために私ができることは。あんちゃん、少しいいかしら。あ、しずくさん、もしかしてもう休憩終わりですか。ううん、まだ休憩時間よ。ただあんちゃんと少し話をしたくて。え？あのね、あんちゃんが硬いって言われた理由が分かったかもしれないの。本当ですか？しずくさん、教えてください。もちろんよ。じゃあポーズを取ってもらってもいいかしら。カメラマンさんに撮られているつもりで笑ってみて。はい。幸せになってほしいって思いながら、花嫁さんらしく落ち着いて優しく。やっぱりそうみたいね。え？あんちゃんは今どうしてその表情をしたの？
花嫁さんって言ったら、結婚するから幸せな気持ちでいっぱいで、あと落ち着いてて大人っぽいイメージなので、だから私もそうならなきゃなって思って。そうならなきゃ。そうじゃなきゃいけないなんてことないのよ。え、でもそのままじゃさすがに花嫁さんっぽくは。思い出してみて、あんちゃん。川崎さんはあんちゃんのどこがいいって思ってオファーをしたのか。写真映えするとか存在感があるとかは言ってもらいましたけど、あといつも輝いてるって言ってたような。私も今日あんちゃんと話してそれをすごく感じたわ。すごいイベントを超えるっていう夢を話してるあんちゃんはとってもキラキラしていたもの。きっと川崎さんはそんな希望に満ちたあんちゃんを撮りたかったんじゃないかしら。え？さっき言っていたような落ち着いてて大人っぽい花嫁さんもとっても素敵だと思うわ。でもそれはあんちゃんじゃないわ。自分じゃない誰かを演じてもあんちゃんの中にある本当の輝きを出せるわけじゃないと思うの。もちろん演じることで評価される人もいるけど、あんちゃんはそのままの自分が求められているんだもの。誰かを演じる必要はないのよ。ああ、そっか。私は花嫁さんになりきらなきゃって思っちゃってたけど、川崎さんは私を撮りたいって言ってくれたんですもんね。ごめんなさい。私昔見た花嫁さんが一番花嫁らしいんだって思い込んじゃってたみたいです。謝ることなんてないわ。憧れるイメージを持って近づこうと努力するのはきっとみんなやっていることだもの。ただあんちゃんはそんなことしなくてももう十分素敵なものを持っているのよ。いつも夢に向かってまっすぐ進める、そういうあんちゃんの意志の光を。しずくさんありがとうございます。私憧れの花嫁さんじゃなくて、ちゃんと白石アンとしての花嫁さんで撮ってもらいますね。頑張りましょうね。それにしてもさすがモデルさんですね。そんなこともすぐに分かっちゃうなんて。なんでそんなにさらっと見抜けちゃったんですか？きっと私も演じていたからでしょうね。え？私ね、チアフルデイズにいた頃はずっと自分に自信が持てなかったの。みんなが私に期待をしてくれてもそれに応えることが全然できないって感じて、そんな時にプロデューサーが台本を細かく作ってくれて、そこに書かれていないことは喋らないでいいって言われて、それからは完璧な日の森雫を演じるようになったの。だからあんちゃんももしかしたらって思ったのよね。雫さん急にこんな話をしちゃってごめんなさい。あの時は辛いこともあったけど、でもちゃんとその時の経験を生かすことができてよかったわ。自分を自信を持って見せられなかったからこそわかることもあるのね。でも今の雫さんにはちゃんと自分があるんですよね。え？私実はモアモアジャンプの配信たまに見てるんですけど、その時の雫さんすごく生き生きしてますよ。あの表情は演じてたらできないと思います。きっと今は自分があってこうありたいって思える自分に向かって進めてるんじゃないかなって。
わりたいって思える自分に。今はちゃんと進めている気がするわ。まだいろいろとうまくできないこともあるけれど、希望を届けるアイドルでいられるように頑張りたいわ。それにずっとそばで応援してくれている大好きな人たちに誇れる自分でいたいって思うの。大好きな人たちに誇れる。じゃあ私と一緒ですね。え、あんちゃんも？はい、私も小羽やチームのみんなや、思いを見守ってくれる人たちや、それから支えてくれる町の人たちにも誇れる自分でいたいです。そのためにも大変なことでもぶつかって乗り越えていかなきゃ。あんちゃん、お互い頑張りましょう。じゃあこの後は自分らしく川崎さんが撮りたい幸せな心のつながりを表現できるようにしていきましょうね。あ、それなんですけど、私は雫さんが、雫さんは私がありたい自分でいられますようにって思ってみるのはどうでしょう。え？お互いの進む道を応援できれば、幸せな心のつながりっていうのも自然に出せるんじゃないかなって思って。まあ、すごくいいアイデアだと思うわ。頑張りましょう、あんちゃん。急に走り出して何を話しに行ったのかと思ったら、雫ってばいい先輩になったじゃない。二人ともそろそろ休憩終わるわよ。愛理ちゃん、今戻るね。よし、それじゃあ気合い入れ直して頑張りましょう。しずくさんと話したおかげで、どういう風に撮ってもらえばいいのかだいぶイメージできた。あとは私らしくやれば大丈夫。でもちょっと気合い入りすぎちゃってるかもな。肩の力はちゃんと抜いて。あんちゃん。あ、小羽ね、ごめんね、心配かけて。私もう大丈夫だよ。え、本当？しずくさんと話して自分の何がダメだったのかちゃんと分かったんだ。次は自分らしさを出していけるように頑張るよ。そうだったんだ、よかった。って言っても考えすぎないようにとか、まだちょっと心配はあるけどね。あ、じゃあ、あんちゃん、私と一緒に歌わない？え？私ね、歌ってる時のあんちゃんが一番あんちゃんらしいって思うの。かっこよくて、のびのびしてて、キラキラしてて、本当に本当に素敵なんだよ。だから歌ってみるのはどうかなって思って。どうかな。小羽、私のためにいろいろ考えてくれたんだね。ありがとう、小羽。それじゃあやろう。まあ、すっごいわね。ファンフェスタの時の小羽ちゃんもすごかったけど、二人で歌うとこんなにパワフルになるのね。
あんちゃん、すごく幸せそうだわ。きっとこれが一番あんちゃんらしい姿なのね。川崎さん、キヌヤさん、お待たせしました。迷惑かけちゃってすみませんでした。でも、もう大丈夫です。最高の私を見せられると思います。しずくさんがこれからもはるかたちと一緒にありたい自分でいられるように。あんちゃんが大好きな人たちと一緒に夢を叶えられるように。ここに来た時、猫がいたわよね。その子が喧嘩してるのかしら。あっ、木の上に猫さんが。それもあんな高いところに。あの猫、ビビだ。え、どうして式場に。もしかしてあれ、降りられなくなってるの？そうみたいだわ。でも、なんであんなに高いところに登っちゃったのかしら。あ、もしかしたらカラスに襲われて逃げるために。どうしよう、なんだかフラフラしてるし、落っこちちゃいそうな感じが。落っこちたら一大事だわ。あ、川崎さん、式場に行って脚立を借りてくるのは。またカラスが。今から脚立を借りてたら間に合わないかも。このまま落ちたらピビが大怪我して。ううん、もしかしたら。そんなの絶対ダメ。あんちゃん、どうするの？木に登れないか試してみます。さすがにドレスのあんちゃんじゃ難しいんじゃないかしら。私が試してみるわ。しずくさん、ありがとうございます。あ、ダメね。捕まるところが少なすぎて登れない。そうね、これは脚立を借りてきても難しそうだわ。できるとしたら落ちてきたところをキャッチするぐらいだけど、そんなピンポイントで捕まえられるかっていうと。あ、そうだ、スカートをこうして。あ、落ちちゃう。
の枝からだと落ちるのはきっとここだ。あんちゃん、ちょっと大丈夫？え？いたたたたた。よかった。みんな、ビビ無事だよ。よかったわ。あんちゃん、大丈夫？捕まって。ありがとうございます。私今日、雫さんに助けられてばっかりですね。みんな無事でよかった。それもしかして、ドレスのスカートでキャッチしたの？はい、これならクッションになりそうだったんで。あ、どうしよう、ドレスが汚れちゃった。破れたりはしてないみたいだけど、植え込みに突っ込んじゃったからだ。川崎さん、木の屋さん、すみません。そのせっかく作ったドレスが、これじゃ撮影も。それってどういう？もしかしてみんなが猫さんのために一生懸命頑張ったからじゃないかしら。猫のために？猫さんのことを心配して無事でありますようにって願ったでしょ。それで猫さんが助かってよかったなって気持ちにみんながなれたから、この猫さんを中心に幸せな心のつながりが生まれたような気がしたの。川崎さんもそのことを言ってるんじゃないかって。確かにそういうつながり方もあったんだ。ちょっとビビ、頭すりつけたらすぐったいってば。きっとありがとうって言っているんじゃないかしら。それは嬉しいんですけど。すぐったい。撮影はなんとかうまくいったんだ。なんつうか、いろいろあったんだな。しかし、そのビビという猫はどうして式場にいたんだろうな。ビビがいなくなった頃、新しい店ができる関係で通りのトラックが多くってさ。もしかしたら間違ってそのうちの1台に乗り込んじゃったんじゃないかなって。もしそうなら、あの辺りでトラックから降りて迷子になっちゃったんだろうね。なるほど、それは確かにありそうな話だ。で、そいつは今どうしてんだ？やっぱりビビットストリートに帰りたかったみたいで、私が帰る時についてきてくれてさ、今はちゃんとその辺りでのんびりしてるよ。そうか、よかったな。そうだな、最終的にいい写真が撮れたみてえだし。うん、最後に見せ
てもらった写真もすごく良かったんだよ。やっぱりプロのカメラマンさんってすごいんだね。汚しちゃったドレスもキヌヤさんが綺麗にクリーニングしてくれたみたいで安心したよ。着いた着いた。こんにちは。アンナいらっしゃい。アンちゃん、撮影はどうだった？バッチリ大成功でした。それでメイコさんにもお礼を言おうと思って。そうだったのね。わざわざありがとう。あの、小羽から聞きました。一緒に歌うといいっていうアイディアをくれたのはメイコさんだったって。ありがとうございました。おかげで私らしく撮ってもらうことができました。ふふ、大したことは知れないわよ。小羽ちゃんが知ってるあんちゃんが一番輝いてる瞬間を思い出してもらうのがいいんじゃないかって言っただけだもの。でも、やっぱり、歌っている姿が一番輝いている瞬間だったのね。私もあんちゃんの歌、聞きたかったわ。メイコさんにそう言われると、ちょっと照れちゃうな。どうしたんだ、あずさは。あ、ちょっとね。前にアンちゃんが言ってたことを思い出してたんだ。前に言ってたこと？うん、アンちゃんと出会ったばっかりの頃に二人でメイコさんの話をしてたことがあったんだけど、アンちゃん、メイコさんに、ほら、いつまで寝てるの？もう朝よ、とか、しっかり食べて今日も一日頑張ってねって言ってもらいたいなって話してたんだ。え？それで今回も。雫先輩と一緒にいるときはなんだか嬉しそうっていうか、いつもより可愛い感じになってたから、やっぱりあんちゃんお姉さんっぽい人には甘えたいんだなって。ああ小羽、そういうことは今言わなくていいから。え、あ、言わない方が良かったかな。ふふ、そんな風に思ってくれてたなんて嬉しいわ。なるほど、白石にはそういう願望があるんだな。ないない、いや全然なくはないけど、願望って言うとなんか重いでしょ。確かにメイコさんとか雫さんみたいな頼れるお姉さんは素敵だなって思うけど、甘えるっていうか、私もそうなりたいっていうか。あ、ん？どうしたの？あんちゃん。そっか、私無意識にそうなりたいって思ってたのかも。しっかりしてて頼りになって、そういう人が私の憧れだから、大人っぽい自分を変に作ろうとしてたのかもしれないな。それで、多分それは。ナギさんがいたからだろうな。あんちゃん？ごめんごめん、なんでもないよ。とにかく、みんなのおかげで、それは今の私らしくないって気づけたんだ。それに、これからなりたい自分も改めて分かったしね。なりたい自分？うん。私、みんなに誇れる自分でいたいなって思うの。小羽にも、アキトにも、トウヤにも、メイコさんたちにも、それから、町の人たちにも。だから、どんなことにも全力でぶつかって乗り越えていきたいなって思うんだ。それでいつか。いつか、絶対に超えるんだ。やっぱり
ちゃんってすっごくかっこいいな。うまくいかないことがあってもダメだってならないで絶対に乗り越えようって思うことができて。こんな可愛くてかっこいいあんちゃんが私の相棒だなんて本当に嬉しいな。ま、お前はそうじゃなくっちゃな。ああ、とても白石らしいと思う。それじゃあ、撮影を頑張ったあんちゃんには特別にスペシャルメニューをプレゼントしちゃおうかしら。え？はい、名付けてあんちゃんスペシャルプレートよ。わあ、チョコケーキに乗ってるのってラムレーズンアイスですか？ええ、そうよ、あんちゃんの好物だから乗せてみたの。すっごく美味しそう。おお、アキト、食べたいのか？いや、そんなに物欲しそうな顔してねえだろ。ミニサイズのものなら全員分あるわよ。トーヤくんの分はビターになってるしね。マジっすか？ありがとうございます。よーし、食べたらみんなで練習頑張ろうね。今なら丸一日歌えちゃいそうだよ。テンションが上がったんなら何よりだ。そんじゃそろそろ練習を。ん？猫が近寄ってきたが。あ、ビビちゃん。何やらこちらを見上げているが、餌が欲しいんだろうか？もしかしたら歌ってほしいのかも。は？前小羽には話したんだけど、ビビって音楽がわかる猫だって言われててさ、うまい歌はじっと聞いてくれるんだよ。なんだそりゃ、迷信か。種類によっては動物も音楽を理解するという話を聞いたことはあるが、猫もそうなのだろうか。実際どうなのかわからないけど歌ってみようか。まあやることは変わらねえし、いいか。そうだな、猫に見守られて歌うというのも楽しそうだ。オッケー、それじゃあ行くよ。あら、また違うところに出ちゃったわ。連絡を取ってもアイリちゃんと行き違っちゃうし、どうしたらいいのかしら。しずく、アイリちゃん、あんたなんでランニングの途中にフラーっとどっかに行っちゃうのよ。ごめんなさい、とってもおしゃれな通りがあったからつい。あら、これってん？誰かが公園で歌ってるのかしら。すごく上手ね。あれってあんちゃんたちじゃない？ほんと、アキトくんたちもいるわ。ここで練習をしてるのね。みんなすごく真剣な表情。すごいイベントを超えるために頑張ってるのね。あ、あんちゃんが助けたあの子もいるわよ。本当だわ、じっとしていてまるで歌を聴いてるみたい。聞き惚れちゃう気持ちもわかるわ。ええ、私たちも負けてられないわね。
アイリちゃん、走りましょう。私、今なら丸一日でも走れそうだわ。そうね。で、だからそっちは逆方向なのよ。ねえ、今のかなり良かったんじゃない？ああ、リズムもしっかり取れていた。この調子でもう一回やろう。そんじゃ、今日はとことんまでやるか。あ、ビビちゃんがなんだかもう一曲って言ってるみたいだね。それじゃあ、ビビが満足するまで歌っちゃうよ。ママはもっとすごかったでしょうね。生ね。実際に生で見た愛梨の感想は？そうね。まあいろいろ思うところはあるけど、雫の可能性って本当に無限大なのねって思ったわ。さすが私の尊敬するアイドルね。って言っても負けないわよ。私だってまだまだいろんな魅力があるんだからね。今回のしずくちゃんみたいにみんなも新しい魅力をもっともっと見つけていけるといいわね。そうだね。そういえばアンとのツーショットもすごく雰囲気があってよかったな。後でアンにもよかったよって連絡してみるね。ぜひ。今回の撮影に挑戦して本当によかったわ。アンちゃんや小羽ちゃんと仲良くなれたし、それに今私はすごく自分らしく進めているって改めて思えたわ。よかったわね、しずく。ねえみんな、あの歌を歌ってもいいかしら。あの歌？ああ、あれだね。しずくちゃんにぴったりの、とっても素敵な歌よね。もちろんオッケーよ。みんなで歌いましょう。ありがとう、みんな。それじゃあ、行きましょう。カラーオブドラックス。
っぱりこの歌は雫の自分らしくいようっていう気持ちが伝わってくるね。うん、私この歌大好き。みんなもありがとう。あの時はたくさんたくさん迷ったけど、あの経験をちゃんと力にすることができて本当に良かったわ。これからはもっとなりたい私になれるように頑張るわね。ええ、でも雫だけじゃないわよ。一緒になりたい自分になるため頑張りましょう。うん、あんちゃんも今頃なりたい自分に向かって進んでいるのかしら。君にいっぱい歌えて楽しかったわ。メイコと歌うの楽しかった。お店にいることの方が多いもんね。メイコから誘ってくれるなんて珍しいよね。何かあったの？あー、ほら前に話したでしょ、あんちゃんが結婚式の撮影をしたって。あー、あの大変だったっていう。ええー、でもいろいろ大変だった分、ここから先のなりたい自分を見つけることができたって話してくれて、その時のあんちゃんのことを思い出すと嬉しくなっちゃって、この気持ちを歌いたいなって思ったのよ。なるほど。自分のことじゃなくてあんちゃんのことでっていうのがメイコらしいね。あら、みんな、みんな今日はここにいたんだね。もう探しちゃったよ。やっほー、あんちゃん、そんなに急いでどうしたの？あのね、みんなに報告があるんだ。報告？あ、もしかして、なんとこの前撮ってもらった写真がコンテストで入賞したんだよ。さっき川崎さんから連絡があって、早く伝えたくて急いで来ちゃったんだ。おめでとう、あんちゃん、こだめちゃん、頑張った甲斐があったわね。はい、メイコさん、本当にありがとうございます。小羽も改めてありがとう。ふふ、前も言ったけど私は何もしてないわよ。頑張ったのはあんちゃんたちだな。自分を誇ってちょうだい。うん、あんちゃんがあんちゃんらしくキラキラできたからすごくいい写真になったんだよ。そう言われると嬉しいな。私今回のことで私らしくいることが大事だって分かったんです。だから私らしく進んでいけるように頑張ります。ええー、その調子よ、あんちゃん。あ、そうだわ、よければ一曲リクエストさせてもらってもいいかしら。え、リクエスト？ほら、この前ミクたちとここで編集してたでしょ。だから聴かせてほしいなって思って。ああ、あの曲ですか。もちろんいいですよ。私もいつでも大丈夫だよ。じゃあ今のあんを思い切り出していこうか。うん、やっちゃおう。ありがとう。それじゃあ行くよ。
歌うの最高。本当にね、コハメちゃんやミクたちと歌ってるアンちゃんはすっごく輝いてるわ。自分のために、仲間のために、一番本気になってるって感じがしてね。はい、みんなも聞いてくれてありがとう。盛り上がってくれた？みんな楽しんでくれたみたいだね。それならよかった。これからも私は私らしく、コハネたちと一緒にみんなをどんどん盛り上げていくから、よろしくね。よし、それじゃあ今日も練習頑張ろうね、コハネ。うん、東雲くんたちが来るまで二人で合わせようね。おその調子で頑張ってね、二人とも。あ、コハネちゃん、ちょっといいかしら。アイリ先輩、どうしたんですか？悪いんだけど、この原告の教科書をみのりに届けてくれる？あの子ったら、朝練の後ちょっと時間があるからって予習してたんだけど、屋上を出るときに置いてっちゃったのよ。そうなんですね。ちょうどさっき探してたみたいだったので渡しておきますね。ありがとう。まったく、本当にうっかりさんなんだから。でもみのりちゃん、クラスではすっごく頼りになるんですよ。私、入学式の日に自分の席がわからなくて困ってたんですけど、一緒に探すから名前教えてって言ってくれて、それがきっかけで友達になったんです。あら、そうだったのね。きっと困ってた小羽ちゃんを放っておけなかったのね。やるじゃない、みのり、さすがはアイドルよ。通りは見覚えがあるわ。ありがとう、ワンちゃん。行きたかったミシンラウンジに行けそうだわ。どういたしまして。でも大変でしたね、いつも使ってる道が工事中だったなんて。あの道からしか行ったことがなかったから、ずいぶん迷っちゃって。本当にワンちゃんが通りかかってくれて安心したわ。なんだか意外です。しずくさん、方向音じゃなくて地図を見るのが苦手だったんですね。そうなの。スマホでいろいろ調べようとするんだけど、機械を使うのもちょっと苦手だから、うまくいかなくて。ダメよね、高校生にもなってこんなんじゃ。いえ、苦手なものは誰にでもありますし、無理にできるようになる必要はないと思います。トマト食べられるようになれって言われても絶対無理だし。ありがとう、あんちゃん。はん、あら、くぐ、もちろん。
それでも十分すごいです。私も学校の授業でたまに裁縫するんですけど、うまくできなくて。特にボタンはしっかりつけなくちゃって思って、ピタッと布にくっつけちゃうし。授業でやるとき試してみます。へえ、あんちゃんは一人っ子なのね。しっかりしてるからお姉さんなのかと思ったわ。そうですか。アイリさんにしっかりしてるって言ってもらえるの、なんか嬉しいです。確かアイリさんは兄弟がいるんですよね。ええ、姉が一人、妹が一人ね。かお姉さんでもあるし妹でもあるし、一粒で二度おいしい感じですね。そうね。でもせっかくなら妹だけじゃなくて弟もちょっと欲しかったわ。弟ですか？ええ、エナやアキト君を見てるとちょっといいなって思うのよね。エナさんはともかく、アキトが弟？あんちゃんはチームメイトでもあるし、そう言われてもきっとピンとこないわよね。はい、ああいう生意気な弟はちょっと。エナと同じこと言ってるわ。小羽ちゃんとはお正月以外にも何度かお話ししたことがあったわね。はい、しほちゃんのお誕生日の時はお家にも招待してくれて本当にありがとうございました。いいえ、私の方こそお礼を言いたいわ。みのりちゃんや小羽ちゃんと知り合ってから、しーちゃんクラスで会ったことをよく話してくれるようになったのよ。そうなんですか？この間は小羽ちゃんやみのりちゃんと一緒に飼育員のお手伝いをしたって聞いたわ。あ、はい。しほちゃん小さい動物が好きって言ってたので、いつか一緒にお世話したいねって話しててようやくできたんです。すごく楽しかったみたいよ。話してる時の表情とっても優しかったもの。だからもし委員会のお仕事の迷惑にならなければ、また誘ってあげてほしいわ。はい。そっか、しほちゃん喜んでくれてたんだ。よかった。二人ともどうしたの？何か悩んでるみたいだけど。衣装の色？まさかどれもイメージに合わなかったとか？ううん、その逆なの。姉ちゃん、どの色も赤に負けないくらいすっごく似合っちゃって、どれがいいか全然決められないんだ。そういうことだったんだ。それなら私にも一緒に考えさせてほしいな。いつもお世話になってるしね。ありがとう。しずくにルカ、なんだか嬉しそうだけどどうしたの？うわ、モチーフはダリアの花かしら。スカートはボリューミーだけど上品な感じの衣装ね。
私？雫やルカじゃなくて？うん。ね、愛梨ちゃん、着てみてほしいな。こういう雰囲気の衣装はあんまり着たことないんだけど。そうかもしれないけど、この衣装ならきっと似合うわ。素敵アイドルセンサーって何なのそれ。愛梨ちゃん、お願い。はいはい、じゃあ二人のセンスを信じて着てみようかしらね。ありがとう。ねえ、何ですか？みんなってもしかして私たちですか？そうね。学校に来ていたんだね。あ、ルイ、今の音もしかしなくてもルイの仕業でしょう。今度は何を爆発させたの？まるで僕が以前も何かを爆発させたような言い方だね。空気圧の実験でうっかりグラウンドをえぐってしまったことくらいしかないのに。いや、それを爆発したって言うんじゃん。っていうか司先輩の前髪を焦がしたことあるでしょう。いやいや、あれこそ爆発というよりは発火現象の一種で。とりあえず言い訳は先生にしなよ。じゃあ僕は共犯って疑われないうちに逃げ。まだ話の途中じゃないか。何を爆発させたのか興味があるんだろ。いや、興味はあるけど先生来ちゃうし。もうルイ、分かってやってるでしょ。何のことだい？せっかくだからじっくり教えてあげるよ。秋人って相変わらず足早いんだね。それがどうしたんだ。コンビニなら行かねえぞ。は？何も言ってないでしょ。いいや、顔でわかるな。バスクチーズケーキが食べたいって言おうとしたろ。キモいんだけど。マジか、冗談だったのに。
つうか、やっぱパシらせる気だったんじゃねえか。